日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。先週、今週とパリオリンピックにスポットを当てております。はい、今日もこの方にお話を伺います。スポーツジャーナリストの生島淳さんです。生島さん。おはようございます。おはようございます。まずは快挙っていうところで言うと 体操男子、はい、種目別鉄棒で、岡慎之助選手、金メダル3、三冠達成。そうですね、あの、まあ、本当に一番調子があ、今大会良かったですね。<ー>どうしてもね、橋本大輝に、はい、みんなの注目が集まってましたけれども、えーえー、団体予選の段階であ、岡は調子いいんだなっていうのがね、<ー>えー、よく分かって。 たぶん橋本は、怪我があって、追い込む時期に追い込めなかったので、なかなか体力が、体力面でもきつかったのかなと思いますけども、岡がもう本当に、東京オリンピック出られなかった悔しさをね、しっかりここに表現して、まあでも、あのー、 つま先とかまでね、すべ、はいうん、てピンと伸ばす日本のスタンダードを継承してくれているので、本当にあのー、まあ、これからは橋本と岡野の2枚エースで、本当<い>、えー、にまた楽しみだなというふうに思いますね。層が熱くなりましたよね、うん、体操部員、ね。うん、まあ,あ、そう思いますね。あのーうん、ただ、あのー、日本の、はいえー、高校生の体操部員って激減してるんですよ。 あ,あ減ってるんですそうなんですかそうですあの激減対象部活は体操とか剣道柔道なんですよは<ー>、えー、10年前に比べてかなり減ってるんですけどもやっぱりあの岡、うん、って<ー>高校を中退しても特殊詐体操クラブに入ったっていう話であ本当にエリート妖精っていうかな。うんうん そういう時代に入ってきたんだなってまあ少子化の現状でいうと、うんうん、あそういったこともこれからは重要なのかなというふうに思いましたね、はい、一方悔しい思いをしたのが、うん、男子バレーボールでしたね。 衝撃が、うん、まあ、未だに悔しいですけどもね。ですね。すごく見応えがあって 1>、はいえー、1セット目、2セット目は本当に日本のね、うん、思い通りに展開になって、うん、で、やっぱりあの、今のバレーボールって、試合途中のデータ分析をどういうふうに、戦術に遂行していく、戦術にて、ね、遂行していくかってところで、 昨日は明らかだったの2セット目まではミドルからの攻撃100、100%決まってたんですよね。はいはい、数字的にも100%いってたんじゃないかな、昨日高橋健太郎と山内作って、それをイタリアが対応して,して、それでもまあ西田と石川が頑張ってつないでたんだけど、えー、まあ3セット目、まあ、本当、今思えばストレートで勝つしかなかったんですよね,そうですねマッチポイントも握りましたからね。 そうなんですよ、えー、2>, で2人が抑えられ始めて、4セット目に高橋藍が活躍しだして、もうスーパーの活躍でしたけれども、えーそで、そこもまあなんか抑えられて、もう本当にお互いね、今のバレーボールの最高水準を見せてくれたんだけども、えー、うん、勝てたなっていうところもあって。 いやあ昨日もお話しましたけど、まあ要はイタリアは第1シードなんですね、1位と8位の最初だったから、ここ勝っとけば、金はあったんですよね、そうですね。で、思うとね、すごくね、悔しいあったですね。ですね。いやー、これでまあの団体競技はすべてちょっと負けてしまって。 卓球の団体とか、ね、個人戦の集積っいうのはありますけども、はい、チーム競技が負けてしまったのは非常に残念ですねバスケットボール、バレーボール、サッカーとですねん、えー、さあそんな中、今日もさまざまな競技が行われますが、はい、まず注目は、はいえー、っと陸上競技なんですけれどもの今日も深夜に、ね、あの棒高跳びで世界記録が出たと。 すごいですね。ええー、ディプレンティスという、はいまあ、本当に超人なんですけれども、六メーター二十五でたり。六メーター二十五ですね。<laughs> ブブカでもすごいなって思ってたね。そうですね。時がありましたけど。まあブブカよりすごいですね。ね。うん。あの能力的にもまあ時代が進んだからっていうのはあります。いないですけど、あまあ素晴らしい超人でした。<ー>あとはまあ,あ男子二百メートルでうざわっ これ宮城県出身、僕も同じ宮城県出身で、準決勝に進んだのも、これもたライブと一緒に走ってましたね、今日、ね、すごい経験ですよね、えー、そのあたりもすごくあのい,い,いいレースをしてくれました、それで今日の5時過ぎからの、はいまあ、あパリのモーニングセッションですけれども。ええ えー、今日の注目は女子1500メートル予選ですね。<ー>はい。えっ、ー、と、5000メートルではあ、残念ながら予選落ちしてしまったあ田中希実が、うん、登場していきます。でね、えー、ちょっとパリからの情報では、だいぶメンタル的に落ち込んでいたと。そうですか。えー、まあ、最後ねあの、9人の集団で1人だけ落ちるという状況で、田中がそれ、 になってしてったわけでですよ、はいえー、でまあ、ちょっとね、レース展開で土地、まあ前に出るようなシーンもあったので、出ない方がしないなとか、僕とかは思っちゃうんだけど、うんえー、まあ本人なり、本人は自信があっただけにかなりショックだということで、うん、さあ、中3日で1500メートル、うん、まあ立て直せるかどうかですね。あのえー フィジカルの問題じゃなくて、これメンルの問題なので。はい,はい、はい、で、まあ実際にまあ1500のが厳しいんですけれども、スピードレースの分ね。えー、なんとか実りのあるレースを展開してほしいなというふうに思います。あと、はい、陸上で面白いのがね、あの、敗者復活戦っていうのがあって。あれ、今回からですかね。今回初めてですね。<ー>で、各民あの、 準決勝に進むのは、各組の上位と、それ以外のタイムで3番までとか、いろいろ2番も、はい、種目によって規定があるんですけども、えー、それに加えて、まああの、予選を突破できなかった選手たちが、敗者、まあ、復活戦に振り分けられて、えー、トップになると準決勝に進むという、あのかなり過酷な仕組みなんですけども、えーあのー、800とか1000後もあるんですよ。はぁ<ー>。<laughs> これね、まあ、 だいぶきつい、本当に。体力相当消耗させられますよね。よところが、あの、見てる方は残酷なもので面白いという、あ<ー>えことでですね、えーえー、ちょっと申し訳ないなと思いながら見てるんですけども、<laughs> 今日は、あ今日から5時50分から、百十メートルハードルの復活、会社復活、高山が出ます。お であと戦略的に400メートルは日本の選手たち敗者復活戦出なくてマイルリレー1600メートルリレーに集中していこうとか国によって、ね、いろいろ戦略はあるようなのでこのあたりもちょっと注目して、えー、いただければなといいううふうに思います、はいえー、あとはあシティスポーツの方に行きますと、えー、スケートボードの女子パーク。はいうん えー、これはコンコルド広場で行われるということで。ね<え>、うん、エッフェル塔も見える位置で。そうなんです。うん、僕、なんか観光スポット嫌いだから、コンコルド広場、フランス行ったときはちょっと行ってないんで、も <laughs> <laughs> ったいない。そうなんですね。<laughs> えっと、これね、前回金メダルの予想十みと、はいうん、銀の開っていうのが出てくるんですね。はい、で、キって、2度目の出場ですけど、ええ、まだ16歳なんですね。 つまり前回が13歳<え>に当たる年中1だったんですよね。うわそうでしたか。すごいですね。16歳で2度目って。<laughs> どこで 名前はココなんですよね。で、パークっていうところでね、街を公園のように見立てて、そこを滑っていくという演技になりますけれども、開きの方が今、開始、開きでいいんだよね、開きココナンでいいんだよね、開きの方は今、ランキング1位なんですよね、非常に楽しみ、本当に日本勢として連覇もかかってますんで。 えー、このあたりの方も楽しんでいきたいなというふうに思いますはい今日もまた注目の競技目白押しということですのでねはい,、ま、いはい、島さんありがとうございました持たないかもしれない、ね、<laughs> もうあとあともうちょっとです <laughs> はい <laughs> 頑張ります <laughs> 頑張りましょう <laughs> はい、えー、スポーツジャーナリストの育島淳さんでしたプロデューサーは甲三郎ィレクターはボン <laughs> AD はマイわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけの尖がった番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニング是非聴いてくださいね